6番です。スタートしました。ライブです。3、4、6、この3艇が好スタートです。さあ一周1番区の攻防はまず1号艇が張るように回り、3号艇を弾かれました。4号艇の菅野がまくり差し、岸は1艇手後ろ、3番手は3番手6番です。1周2番区4号艇の菅野、2番手1号艇の岸、後方3番手向こう方面へ。上位の体型は4番、1番、3番、4、1、3の体型です。4番の宮崎アンナ、2周2番区4号艇菅野、1号艇さんレースタグルから最新周回です。4コースからのまた2勝目となっていくそうです。今日はこの後第10レースに登場、1号艇の岸傾向に残して2コース、4コースさんは 39.7 倍を示しています。最終コーナー4号艇の菅野、1号艇の岸、そして3番手は3号艇の吉田に対して、ここは追いつけて回った6号艇アクシデントとなりました。はい、先頭は4番ゴールイン、2着で1番ゴールイン。ここはトップ争い4艇となります。スターター前提正常でした。4艇の中から4番と2番がちょっと乗り、後ろで6番、1番です。一周にマーク4号艇の西岡先にターンする、差し返しは2号艇の中澤、3番手1号艇の船越と本側に移ります。先頭から4対1レースは最終周回、まだ2艇手後ろで6号艇の西田店佐藤、その後ろは大きく定冠相手3号艇の山口真希子、5号艇の奥村明日香と続いています。最後のバック4号艇の西岡、4コースからの差し1周2番から振り切ってきました。2号艇の中澤、2コースからまくってトップ争いから押し込む2番手、3番手は1号艇の船越、3番手争いはさばいてキープしています。4対1、この組み合わせ3連単のオッズ4対1は 30.6 倍を示しています。最終コーナー4号艇、2号艇、1号艇と折り返し、第6レースまもなくゴールを迎えます。先頭4番ゴールイン、2番ゴールイン、1番ゴールスタートしました。第2レース内側3艇好スタート1・2・3です。一周1番区の攻防はまず1号艇の上永遠から回っていく、2号艇の横田が外に両側はちょっとだけ遅れた感じになりまして届いておりますが並走です。4号艇の平川と2号艇の横田、4番と2番は3番手争いでレースは最終周回、3地の1マーク1号艇の上田、2番手は3号艇の山本、そして3番手ですが牽制して回って4号艇の平川、再び単独の位置に4号艇の平川です。上位体系1番、3番、4番です。この組み合わせ3連単のオッズ1・3・4は1番人気の 7.1 倍を示しています。後ろ6号艇の宮口と2号艇の横田が競り合って最高峰に5号艇の金子、最終コーナー1・3・4と折り返しまもなくゴール、先頭1番ゴールイン、3番ゴールイン、4番ゴールイン。
は5レース4コースからのマクリアスで2勝目、6コースから豪邸の飯田芳恵、新入体系インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第10レース、内側3で5スタート、1、2、3が揃っていきます。一周一番の攻防は、まず1号艇の西岡インからマーティング、3号艇の深尾が相当相当握ってます。2号艇の北がくるりと運んでいく向こう上面、ちょっとワンバウンドしました1号艇の西岡ですが、それでも押し切っています。スタートは前提正常でした。1号艇の西岡先頭、そして2号艇の北は2番手、3番手まくった3号艇の深尾、一周にマーク1号艇の西岡先頭で回り、2番手2号艇の北が回って3番手3号艇の深尾とフォーク側に移ってきました。1、2、3、レースの辺から1周目に入っていきます。2周1マーク、先頭は1号艇の西岡育美、2番手2号艇の北の岡、3番手3号艇の深尾智恵と回りますが、ちょっと引き伸びに乗った間にスルッと4号艇の木に刺されてしまいました。さあ、ここは一気に4号艇の木に使った逆転の3番手以上、2停止、3停止ありました。3号艇の深尾を4番手に交代しました。2周2マーク、1号艇の西岡、2号艇の北が2番手、そして3番手4号艇の木、逆転から3番手キープしています。先頭から1、2、4、レースはこれから最終周回です。3号艇の深は3停止の後ろの4番手、その後ろは定番相手6号艇の富田義恵、最高峰5号艇の勝田彩香、最後のバック1号艇の西岡育美、イン速攻を押し切ってきました。今日は見事連勝ゴールとなるそうです。2号艇の北彩香2番手です。そして3番手道中逆転の4号艇の金塚さん、1、2、4、この組み合わせ3連覇マーク1、2、4は 13.9 倍を示しています。最終コーナー1号艇、2号艇、4号艇と折り返し、第10レースまもなくゴールを迎えます。先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールイン、ラスト5番ゴールインです。1周1マークの攻防は、まず1号艇の滝川インから回っていく、5号艇の和光旋回で近寄ってきました。さあ、インコース捉えてきますが、先は駆け寄とするところ6号艇のシンス、レースはこれから最終周回です。5号艇に対してアウトに持ち出していく6号艇の清水、注目となります。3番手3周1マーク、3番手は5号艇の渡辺真奈美、6号艇の清水が渾身の差しを見せていきますが、5号艇のインコースグイグイと上がってくる6号艇の清水が追いかけていく、後ろは水が空き、3号艇の伊藤と4号艇の古賀がラップ状態です。最終コーナー1号艇の滝川、昨日からの連勝となりそう、2号艇の上田沙奈2番手、そして最後3番手5号艇の渡辺真奈美、振り切りました。まもなくゴールです。先頭は1番ゴールイン、2番ゴールイン、3着5番ゴールイン。リング一本勝ての登場、チルクのセッティングはプラス 0.5 で登場です。わずかな追い切りの風のもと、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。1番の岡部はスタートレースで2コースから4コースの3人がいいスタート、2コース飛び出す7番の福田正和、1番の岡部を叩いて先制1マーク、内を通ってくるのは4番の大波浩司ですが、さあ、クイーンの1800個目の勝利となるか、2番の福田先頭、スタートは全然正常でした。1人着状態、2番の福田、2番手争い、6番長田、4番の大波、そこに3番松本輝、2番の展開、2番手内側から先頭に6番の長田、外に来たのは4番の大波、内スペースが空く、3番松本が内をついてガラリのインコースから、走って2番手に上がってきました。3番の松本和樹、2周目に入っています。ただ直線コースでは詰め寄る6番の長田がアウトコースに最内に勝つのを求める4番の大上、2周1マーク、続いて回った6番長田、こらえる3番の松本、大上のアタックが絡む4番手、
ックピークは3番の松本克樹、マックストリック中間点差は2点進、6番永田3番手で追いかけて2周2番の展開です。先頭2番の福田正和、そして2番手ショットもたもたましている3番の松本ですが、どうにかこうにか2番手は守っています。6番永田3番手の位置変わりはありません。2番3番6番の順、レースは最終周回に入っています。から絶好の体型を生かしました先頭2番福田正和、そして2番手3番松本克樹、6番永田圭司3番手、最後のバックストレッチに6点ですね、なんとか負けに向かいます。2連単2番3番に合わせ 43.7 倍、3連単2番3番6番 167.9 倍のオッズ、シリーズ初勝利、1800個目の白星へ先頭2番福田先頭です。3番松本、2番手6番永田、3番手で波乱の組の結末、先頭2番福田ゴーレイ、3番松本ゴーレイ、6番永田ゴーレイ、4番大神ゴーレイ、1番5番の順でゴーレイ。4番です。スタートしました。いやいや、目立ったのは3コースから3番の三河、しかし1コースと上々のスタートはいっています。右分解は1番の中田に対して2番山路が差し込んで、次内から2番山路の2番ときら一緒になって1番中村を追いつけようとしますが、勝ち方から1番中村がトップで迎える1周2マーク、2番手は6番の竹田達也が東中で、3番手4番の佐藤のアタックを買いくぐりながら2番山路が差して、3番手頭の3位を変わらず体勢を運んで山路がリードを広げにかかります。1番6番2番の状態系レースは最終周回です。さあ1番中村忠史にとってはただまだ一定審判油断ならない距離感、最後の1マーク6番竹田達也追いすがりますが、目先がかかるまではいきません。むしろバックストレッチに出ると2点進、ほんのわずか1番中村リードを広げてラストターンバックへ向かいます。3連単1番6番2番ですと 55.4 倍、6番1番2番となると104.1倍、ラストターンバック1番中村トップの座守りました。6番竹田追いすがりましたが2番手まで、2番山路3番手まもなくゴール、先頭1番中村ゴール、6番竹田ゴール、2番山路。2番3番4番6番5番です。スタートしました。4コースからまだトップスタートを切ったのは4番の岸谷明、いい内枠で3人を叩いていった、まずは勝ちまくり4番の岸谷、真ん中バッティングは6番の谷村、5番の西岡入りきれず、アクシデントが起きてしまいました。1マークです。3番の松本はスローダウンしたままの走行で、これから2周2マークへ向かうところ、4番、6番、2番、1番という4艇の体制は最後の1マーク、自己艇を避けての旋回構想となります。2連単46の組み合わせ 38.9 倍です。3連単は4番、6番、2番145倍のオッズ、4艇はラストターンパークへ、3番手台が最終周回に入ったところ、先頭4番の石掛明、2番手6番の竹村啓司、2番福島智之が3番手です。先頭4番石陰ゴーレイ、6番谷村ゴーレイ、2番福島ゴーレイ。4番4番5番です。スタートしました。いやいや、目立ったのはオーストロックコース6番池永の踏み込みから、1コース2人を割るくらいスタートから、まずは逃げる1番の岡部1マーク、内を通るのは2番の岡瀬、4番の瀬野もその内側積もったんですが敗血、外からは5番の楠原も接近しますが、1番の岡部しっかり押し切ります。スタートは前提正常、2番で続くのは5番の楠原の陣功労を求めて2番の岡瀬の外2番の旋回、2番手は2番岡瀬の内、そして5番の楠原、さらにその後ろの3番手争いは 3.4 で集団の形成です。2番手この間に5番の楠原抜け出した、3番手の攻防は噴水艇の3人、6番池田が4番手のおさらには2番の岡瀬といて、さあ池田が2番手まで2番手に
ですが、2番手変わらず5番の木原、3番手6番を6番の池永の内から4番の瀬戸が回してさばいて3番手に上がる勢い。それでも2人の外にスケンダー6番の池永です。主任メンバー2人は3番手の争い。レースは2周マークの旋回です。3番手4番の瀬戸が先取るところ、6番の池永ですが、ここは少々離されました。3番手4番瀬戸から池が突き出して2ページ半と広がりました。最終周回に入っています。シリーズ初勝利へ、先頭1番の岡部、その後ろ2番手は5番の楠原、3番手4番瀬戸の背後、6番の池永ですが、ここでもまだまだ3番手は4番の瀬戸忠に対して有利。しかし6番池永、差を少し詰めて1ページ半の圏内、ラストターンマークへと向かっていきます。1番岡部、そして2番手が5番の楠原、3番手、最後まで4番瀬戸、3番手は守り通しました。1番、5番、4番、3連単は 137.8 枚、先頭1番、岡部ゴール、5番、楠原ゴール、4番瀬戸ゴール、6番、池永ゴール、3番、2番の順でゴール。1番、1番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コースから4コースまでが進む回転はほぼ揃いました。さあその後は1コースから2番安コーチが2コース、逃げる2番の安コーチ、そこから3コース、1番大西のバックが梨江さんと1番大西、さらに広がって最終周回です。わずかに3番の大西、2番の敗戦を迎える最後の1番で2番安コーチ先頭、2番で突きに回ってきた4番の小松、小松がサイドバーグがしかし内側で安全に3番4番の順でゴール、1番大西ゴール、6番森のゴール、ラスト5番栗山ゴール。